割とこれも7、これもっていうか7月18日に撮っているんですけども、まあ、ちょっと今からお話しする内容はもうちょっと何日か前の話になっちゃうんですけどね。えっ、ー、とですね、まあ、進捗状況なんですけども、えっ、ー、と、まあその担当の方とね、まあ結構毎日のやり取りしてる中で、まあ、時々その、えー、ゲラっていうのかな、その、印刷で使う、まぁ、あ、半下っていうか、実際にこう、 本になった時のレイアウトみたいなものが送られてきてこう、こちらでそれを確認したりするんですけども、で、なんか、あのー、当然その本文がですね、240何ページあるんですけれども、まあ、その部分は、まあ、何回も何回も見ていて、あとまだ1、2回見るんじゃないかと思いますけれどもね。で、なんかね、ある時から、えっ、ー、と、その本文は届くんだけど、あるいはその表紙とかも届くんだけど、あるいはその一番後ろの奥付けっていうんですけど、その、 えー、発行日とかね、えー、著者の紹介が書いたら、一番最後のページの、うんところねそこ、あそこ奥付けっていうんですけど、そこのデータ届くんだけど、ある時からね、目次が来なくなったんですよ。目次が、まあ最初にこう、えー、はじめ2の次ぐらいについてんだっけな。目次があるんですけども、目次がね、来なくなって、で、目次は後で送りますって感じのことが書いてあって、目次来ねえなと思ったんですよ。で、まあ、目次なんていうのは、そのタイトルが並んでいて、この、 項目は何ページこの項目が何ページで書いてある。まあ一種のまあ表みたいなものじゃないですか。だからまあ別にその、まあ例えばそのタイトルの文字が合ってるかとか、その項目がそのページに、なのかっていうくらいのチェックであってね。まあそこのページに、その目次のページには別にそのフランス語は一文字も出て,こ出,てこ、ね、出てこないので、まああの、 ある時ですね、これ先、先週やったっけぐらいにですね、目次ができましたって怒られてきたんですけど、これがね、こう、なんていうかな、想像の斜め上を行くようなものが出てきてね、結構、その斜め上を行くっていう日本語、熟語っていう慣用句ねあの、自分で生まれて初めて使ったんじゃないかなって。 って思うんですけど、あの、担当者の人にですね、斜め上を行くものは出てきましたって言って返したんですよ。で、それくらいその担当者の、なんていうのかな、イマジネーションっていうか、想像力っていうかそう、イマジネーションじゃないな、想像力っていうか、なんかわかんないけど、その発想っていうかね、アイディアっていうかね、すごくてね、びっくりして、それありなんだみたいなもん出てきたんですよ。で、まあ要するに普通じゃないんですよ、目次が。 で、その普通じゃない目次が返ってきたことに対して、斜め上を行くものが出てき,きましたみたいなこと返したら、いや、あの普通のものもできますけど、どうしますっていう感じの問いが返ってきて、ね、ここまで来たらね、普通のものじゃダメじゃねえのかなっていう気がしてきて、もう僕乗っかったんですよ、もちろん。で、その、せっかくそういういい、いいアイディアっていうか、おもろいアイディアを出してもらったんで、もう、あのー、今までの進捗状況っていうやつで何回も喋ってきましたけど、まあ表紙からしてね、もう普通じゃないんですよ。 だからもうここはここまで来たのね、とことん普通じゃないものにした方がいいと思ってですね、そのまま今あのお見せできませんし、この目次の見開きページってそのうちこれあれなのかな、新刊紹介のとこかろとかに載ったりするのかな、多分ね、見たことないと思います、この,こ,のこういう形の目次って。で、それでね、そういうのが出てきたので、僕はですね、さらに もう一個、そこの、その形の目次ならば、こうしてくださいってお願い一個つけたんですよ。で、それは今度はね、目次じゃなくてカバーに影響するんですけども、それ、その目次なので、カバーをこうしてくださいってお願いしたらね、それね、向こうは飲んでくれたんですよ。で、その、その新しいカバーのデザインはまだ見てないんですけれども、まあ、とにかくね、もうこう、こういう、こうで、こうで、こうで、 こうでって感じのこうどん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 こう上がっていくっていうのかなどん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 上に行くっていうかなっていう感じのこのやりとりはなかなかあのこれも多分どっかで言いましたよねサンドウィッチマンの漫才じゃないですけどあの興奮し,してきたぞっていう感じですねうーんこういうもの作り楽しいですねやっぱ個人的にはそのやっぱもの作るのが好きなタイプなんでこういうものの作り方ができてるって本当にありがたい話なんですよねだから本当にこの いい、なんていうか、担当の人とね、いいお仕事させてもらってるなっていうふうに思いましたね。だからちょっと、まだその、さらに変わる表紙をまだ見てないですけど、多分いい方向に行くと思うんでね。まあ、それをちょっと楽しみに過ごしてるってところです。じゃあまた。